じゃあ、11月1日引き続きやっていきたいと思います。どうしたのだ二人とも。坂が大変なの。当然だ。運動能力は現在の限界が見えた時に初めて上限が引き上がる。さあ、それは本当なのか。この超回復するという理論。そうでもない。ここに来てから朝の修練を怠けていたからな。こんなんじゃ明日はたどり着けそうにないよ。球技大会まであと9日。その調子では前途多難だな。球技大会もあれですよね今となってはね。やめよっかな。 なんすか。榊がいるな。榊、朝から熱心だな。球技大会全員参加とかっていうのも絶対今やったら問題になるよね。どうなんだろうな。あら、今日は早いって、どうしたの？白金くんと鏡さん。これラクロスの、そうだ、いいな。スパッツ割といいな。はい、はい。先日より始めた大会に向けての基礎訓練中に日頃の怠慢を痛感し途方に暮れているところだ。おはよう、榊さん。おはよう。本当に体力トレやってるの？一応は。どうして？正式にできるって決まらないうちから。いざとなった時足引っ張っちゃったら悪いし。あのね、一応ラクロスできるようになったから。え、どういうこと？一人足りなかったじゃないですか。ケイちゃんずっとやってくれないっつって、なんつってやってくれるようになったの。あやみねさん参加することになったから。なぜ？それでは晴れて優勝を狙えるわけだな。そうね。ほんまこう菓子パン風よね。人に説得をお願いしただけよ。あ、わかった。ミキちゃんだ。今日の放課後、早速ミーティングをやりたいの。3人ともよろしくね。乗りかかった船じゃない。でも、体力作りしてるんでしょ？良いではないか。協力者は多い方がよかろう。良いではないか、良いではないか。そうだよ。お前が言うのか。良いではないか。優勝狙うぞ。あー、それじゃあ私着替えに戻るね。それじゃあ。うん。ありがとう。は？え？なんでもない。それじゃあ。あからめちゃってさ。よかったな。ラクロスの存在は榊にとってとても大切なもののようだからな。メイヤの髪の極大地、ここよね。なぜこんな折れてんねやろな、確かに。あれじゃないの、その糸が連なった感じになるから絶対こうならない。ここ何かが入ってるよね、ここにね、鉄板が。ちょっと早いけど、ここ期末に出すからね。気合い入れて覚えときなさい。今は親切に図も書いてあげるから。ちなみに分かってると思うけど、公式はこれよ。天才物理学者がなんで高校先生してるんですか。次に216ページ、ここの枠で囲まれた公式、これも重要。少し補足しておくわ。ツンツンツン。早見ね、本当にラクロス参加するの？なんからしいで。でもすごいことだね。どうやったの？
地味にこの子も触覚あったな。虫のような触覚。はーい。確かに鎧は見かけによらず強くたくましく生きる実践タイプだから、理論なんかどうでもいいかもしれないけど、卒業できなきゃ困るわよね。すいません。知ってると思うけど、古代人の方が物理法則をより自然な形で生活に組み入れていたわ。はい。知ってると思うけど。一見文明の急激な進歩に取り残されたような人々にその傾向を感じたことはないの？どういうことですか？あります。スマキにされて変な島連れて行かれて、次は帰ってこれるとは限らないでしょ？せめて知識ぐらい叩き込んでおきなさい。すみません。で、その前、白金、堂々と後ろ向いて話さないでよ。あからさますぎてこっちも驚くわ。そういえばラクロスの調子はどう？また白金絡んでるんでしょ？興味深いのよね。どうしてそういろんな出来事に首を突っ込むことになるのかしら。それで済ませちゃったら私の仕事なくなるじゃない。って、そうそう、仕事で思い出したけどさ、聞いてよ聞いてよ、すごいこと思いついちゃった。ちょっと白金聞いてるわけ？昨日さ、プレスタ2のクソつまんない RPG やってたら思いついちゃったのよね。そんなのやるんだ先生。この話長くなりそうだね。ちょっと早送りしたいね。モーションキャプチャーあるじゃない。人間の動きをキャプチャーできるなら思考そのものもやっちゃえばいいのよね。そんなことができたらいいですね。これを完成させれば人間と同様の思考を持つ究極の並列コンピューターが完成するわ。無理です。ちょっと白金くん聞いたらダメよ、長引くでしょ。いいんですよ、もう授業するよりこっちの方が。従来の並列コンピューターはこう、通常機械は一つの半導体で情報を処理しているわ。並列コンピューターは複数個の半導体により情報を処理、それを統合して結果を算出してるわけよ。さあそこしっかり聞きなさい、試験に出すわよ。聞いてないと出すよ。一つの半導体でやるより複数個の半導体で同時に処理した方が早くて効率がいいってわけよ。これが並列コンピューターってやつ。ちなみに人間の脳の働きはまさしくこれ。並列コンピューターを極めていけばいずれ人間と全く同じ思考能力を持つコンピューターが完成する。しないですよ。けどね、まあ人間の脳細胞の数を考えるとそれと同数の半導体を用意して並列処理をかけるのは現実的じゃないわ。すなわちこれはボツよ。こんな考え方はすでに古いわ。ここで私の天才的なひらめきが必要なわけよ。次の世代を担うのはこれよ。脳みそ。そもそも機械に人間の真似事をさせようという発想が間違っているのよ。それは正しいと思うわ。並列処理の概念が出る前にすでに従来のコンピューターがあったからといって、その進化系で新しいものが生み出せるわけがないわ。進化ではなく革命が必要なのよ。これからはそのままコピーすればいいの。細胞の集合体とはいえ脳も結局は一つだから、無理して半導体を何億個も並べる必要はないのよ。謎理論。バカの一つ覚えで数を増やせばいいってもんじゃないのよ。そうこれよ、これなのよ。あれだよね、理系をなんかドラマ的なんですと、大体この謎のなんかよう見たら何でもない式をめっちゃ並べるよね。因果律量子論に続く実に面白い。こんなんでノーベル賞もらえるんだからちょろいもんよね。実に面白い。早速論文にまとめるべきね。そういうわけで残りの時間は自習。
さようなら。白金くん、なんなの、え、授業が自習になってよかったんじゃないの、ダメなのこれ。どうしてくれるのよ、光月先生の授業。そういうこと、ただでさえこのクラス遅れてるの。そういうことなんだ。すいません、すいません。ああ、さっきね、図書室からラクロスの本を借りてきたの。ラクロスのルールについても学ぼうか、教えてくれ。興味深い生い立ちを持ったスポーツなんだな。ちょっと勉強の時間だ、ラクロスのお勉強しよう。北米に住むネイティブアメリカンが始めた格闘技であったらしい。結構勉強になってるぞ今。マジか、全然知らんかったそんな。数キロにもわたる原野をフィールドとし、うん、100人規模で行われていたというぞ。ラクロスってじゃあそのアメリカン人が作ったんか、それをもとに。え、全然違くない？名付けたのはフランス人の、あ、フランス人がそっちであれか。ラクロス。ラクロス。勉強中。なんとかするつもりだ。放課後には打ち合わせがあるからな。それまでにある程度は覚えておいた方が榊も話しやすかろう。もうちょっとあの謎理論あんな長くやらんと、ラクロスの歴史をもうちょっと教えてほしかったな。マリモちゃん、物理準備室、ちょっと待って、物理準備室なのか屋上なのかだよね、どっちを追いかけるか。これは物理準備室でしょ、はい、神が言っている、物理準備室でいいけど。入ってみましょう。またコスプレしてんねん、絶対。コスプレの男。ゆうくん、やだ。ちょっとテンションが上がりますよ、これ。そんなとこ、やめて。ありがとう。外見で1位2位を争う優子先生とマリモちゃんの下半身の変形を伴ってる。もっと静かに覗きなさいよ。男っぷり発揮しちゃって、担任の声に欲情するなって。まあ女冥利には尽きるのかしら。マリモ、白金くん見ないで。この間と同じ服じゃないかそれ。何してると思ったの。欲求不満は家で処理しておきなさいよ。今さら前隠したって遅いわよ。マリモ、あんたも担任として何か言ってやりなさいよ。いいから早く着替えさせてちょうだい。見てよ白金、マリモったら一丁前に胸が大きくてね。だから白金くん見ないでってば。急に大会 B 組負けるじゃない。年末まで時間があるとはいえ、12月は師走っていうぐらいだから忙しくてね。だからマリモの年末の話よ。そうよ、負けたらこれでどっか連れてかれるんだな、コスプレで。他に何に見えるわけ。白金大丈夫。まがまがし。へえ、言うじゃない。本当？あやみねが参戦？確かに手強いわね。どうやって手なずけたの？企業秘密。用事を思い出したわ。マリモ、衣装合わせはまた今度ね。そっちも秘密の特訓ですかい？さんが参加するって本当なの？なんかこのなんかなんだろう、この辺のさ、この
往年のエアロビクスを思わせるカッティング、これちょっといいね。この小悪魔的なのはどうでもいいんですよ。こんなの着なくて済むのね。ユウコのペースに乗せられ続けて早いくとせ、早いくとせ、平穏が訪れるのね。期待してるわよ、白金くん。愛してるからね。今日は初めての打ち合わせだから練習スケジュールを立てましょう。それと軽くルールを確認しながらちょっとやってみるわね。ちょっと委員長のブルマ姿初じゃないか。委員長ブルマ、インブルマ。放課後の練習だけど、3年はこのグラウンドでやるわ。1年と2年は大学のグラウンドだから間違えないようにね。クラスによって時間差があるから気をつけて。それに試合まで時間がないから、場合によっては朝練も覚悟しておいて。全然 OK。 ホームルームが終わったら着替えを済ませてここに集合。掃除のある人は終わり次第ね。着替えってあの可愛いユニフォームかな。道具についてはラクロス部にあるものを共有で使うことになると思う。ユニフォームはジャージになるでしょうね。あれ可愛いのに。ああちょっと残念だね。柏木氏な。買えば高いもの。球技大会のためだけに揃えるにはちょっと出費が大きいわ。柏木氏見してくれ。だが柏木氏。式を挙げるために形から入るのもよかろう。柏木氏絶対いいよ。それらは私が用意する。かなりいいよ、この中で。背高い系女子がね、本当に私は好きなんですよね。聞いていたな。明日までに必要な道具はすべて調達せよ。私のベストな身長、女子の身長180ジャストぐらいのね、女の子が好きなんですよね。女の子じゃなくてもいいけど。そうでしょ、しとくん、こう柏木さん意外にいいでしょ。柏木さん身長高い系女子、柏木さんレアやからね。こうスクショタイムやで。これ場所についても安心するがよい。メイヤの鉢巻きで気にすることなく練習できよう。ありがとう。大林元子ね。練習は毎日放課後ってことでいいわね。確かに私の記憶が確かだと大林元子188ですよ。私と同身長ですよ。西村元子と大林元子多分同身長だったと思う。はーい。じゃあ次ね。今回は球技大会用に作られたアレンジルールが採用されているの。これは初心者の人たちによりラクロスに親しんでもらうという運営側の意図よ。柏木の話題を振って首都君をチャットに呼び戻すことに成功した。本来のルールとはかなりかけ離れているけど、基本的には分かりやすくはなっているから。それじゃあ次に基本的なことを確認するわ。なんといっても基本中の基本、これがスティック。木製だね。スチール製もあるんだよね。詳しいわね。その通り。スチール製の方がいろんな意味で合理的だと言われてるけど、まだまだこっちが主流だし、基礎は覚えやすいと思う。木製と金属製抜刀的な。そういう話本で読みました。このネットの部分にボールを入れて落とさないように運び、そしてシュート。口で言うほど単純じゃないけど。だからスティックをいろいろ動かしながら走るんだって。世界史の勉強ね、私もね、その本当に歴史がすごく浅く流れだけしか知らんが、細かいとこね、ね、試合時間は球技大会の規定で、いろんな細かいエピソードを知ってるとね、話ネタとして面白いもんね。それは本来のルールと比べて長いのか短いのか。普通は練習試合なんかでも15分とか20分ハーフ、試合は25分ハーフだったりするから時間的には短いわ。でもみんなの体力だと10分でもどうかしら。
柏木ボイス、柏木ボイスあるやん。いいね、いいわ。あはははは、頑張ってね。柏木の顔を見せろ。次にポジションよ、うん、通常配置の基本形は相手の陣地側に5人、味方側に6人、そのうちの1人はゴーリー、ゴールキーパー、残りの1人はセンターにいるわ。あー、5-5で1がゴーリーゴーリー、ゴーリキー、ゴーリキー、ゴーリキーだねほんまに言うんかなゴーリー、ちょっと信用できんけど多分言うんだろうな、野生的だね。それが今回の特殊ルールでは攻撃2人、防御2人、センターとゴーリーが1人ずつになるというわけ。それでボールをパスし合ってゴールに入れるんだよね。柏木さんがゴーリーかな、じゃあ背高いし。そうね、それぞれのポジションには役割が当然あって人によって適性があるわ。それについては明日までに考えておくから。あーでも柏木さんポイントガードっつってたからな、バスケ部ね。柏木さん情報ね、バスケ部でポイントガードです。背の高いポイントガードっていうね、いいよね、結構好き。それじゃあ最後に雰囲気をつかんでみましょう。みんなフィールドに入って。ラクロスがサッカーなんかと大きく違うのはフィールドの作りにあるわ。私どの辺にいればいいのかな。ラクロスにはサッカーでいうコーナーが基本的に存在しないの。ゴール間の距離は決まってるけど、サイドについては審判任せになる。そういうふわっとした感じなんや。サイドラインないんだ。そうよ、審判が笛を吹くまでね。まあ大会ではフィールドはハーフサイズになるけどね。こういうなんか人任せっていうのもなかなか競技として面白いよね。あとはゴールの後ろを使ってもいいことし、多分淘汰されるんやるけど、きちっとされていくんやるけどね、いつか。それじゃあさっき言ってたあたりに立ってて。私がわざとみんなの脇を抜けていくから、体を動かして邪魔をしてもいいわよ。なるほど。英語文明の話ってなんだろう。英語文明ってなんだ。了解、うん、トロイアミケーね。白金くん、ボール放ってくれる。なんかこのまんまでスライドしてんのが謎やねんけど。トロイの木馬的なんてその辺。玉瀬さん行くわよ。はい。おかしいね。もっと古いか。古いな、英語文明やもんな、古いな、だいぶ古いな、それ。あれはだって、あれだもんな、ペルシャの王朝とか普通に出てくるもんな。この謎の雑な、動画じゃないんだから適当にすればいいのに。静止画スライドで対応するのやめてくれ。何をしてんねん。二人同時は反則か。まさか。あやみね、止めるのだ。何を見せられてんねん俺は。やるじゃない。これはなかなか。メモ、ここ。あ、
ラクロスのゴールってこんなんやっけ。これは思った以上に、柏木やっぱゴーリーしてんのかなこれ。これが大体の流れ、雰囲気分かった？非常に分かりやすかったぞ。なかなか面白い。実に面白い。疲れた。それじゃあスティックに慣れてもらうために私がやった役を交代でやってもらいます。はい。その前にスティックの持ち方から始めましょう。持ち方って大事だよね。それじゃあお疲れ。明日から頑張ろうね。柏木さんよう喋るやん。タケルちゃん帰ろう。はい。ポジションを考えるって教室に行っちゃったよ。それは分からぬが、確かにそう言って中に入っていった。じゃあね。一緒に帰ろうよ。どうする？それじゃあ榊さん待ってても仕方ないよね。そうだな。帰りますか。今日の榊さんすごかったね。ね。私どこのポジションになるのかな。南海キャンディーズのしずちゃんが、あ、80ぐらいって82なんだ。しずちゃんはちょっと、しずちゃんは身長の問題じゃなく難しいな。なんでさ。ひどいこと言うよね、まったく。頑張るもん。やるぞ。え？だって私が頑張れば戦力アップじゃない。どうせ内容がついていってないって言いたいんでしょ。今回はそうはいかないよ。なんたって優勝がかかってるからね、うん、うどんにマヨネーズ入れ忘れた。何か別なもんにマヨネーズかけて食べようぜ。その宝家顔は数日後に驚きに変わるであろう。ふうふうふう。本当の私を見せる時が来ちゃったようだね。その期待には応えてみせましょう。楽しみにしててね。ほいほい。一向にロマンチックにならないな、あの時間が。11月2日金曜日。富永、いや、富永179だ。身長的にはちょうどいいんだけどな。富永愛はね、ちょっとどうだろう。ちょっとどうだろう。顔もね、そんなにね、嫌いでもないんだけど、なんかダメだな。可愛いじゃないか、たまちゃん。たまちゃん。悪くないだろう。みんなに行き渡ったようだな。ああ、なるほど。三つ剣製かこれ。なんか優勝できそうな気がしてきたね。あ、いいね。柏木さんいいねこれ。このなんか背の高い人特有の感じがよく描けてるね。ちょっとこの辺の肘の感じおかしいけどなこれ。これちょっと肩のなんか作画が若干おかしいけどな。私の分は別に良かったのに。気にするでないぞ。苦しゅうない。ユニフォームだけだ。道具は使い慣れたものがよかろうと思ってな。ありがとう。レイヤちゃん、ありがとう。すっごくかわいい。ケイちゃんも似合ってるよ。ケイちゃん、マジ爆乳やな。形は整った。あとは修練あるのみだ。そうね。それじゃあ早速ポジションを発表するから、鏡さんレフトディフェンスウィング。なるほど、左のウィングディフェンス。三つ木さんファースト
ホーム。ファーストホーム、わからない。サマセさん、ライトアタックウィング。アヤミネさん、カバーポイント。もう全然わからへん。柏木さん、ゴーリー。柏木さんのゴーリーだけはわかった。で、私はセンター、うん、全然わからへんな。うん、いいよ。170くらいがいいですか。うん、私は、ね、もし自分の身長がね170とか165とかやったらね、ちょっと自分より背高いぐらいの女の子が良かった。まあ、分かんないけどね、その身長でそうだったら違ったかもしれんけど、考えが。レフトディフェンスのウィングね。でホーム、ファーストホーム。あ、なるほど。このワントップなんだ。サッカーでいうワントップだな。ワントップにこのライトウィング的なもん配置してど真ん中に置いて。以上よ。なるほど。1,2,3,4,5。なるほど。ちょっと変則的にこうジグザグな感じに。バレーボール選手をね。私は自分よりも背が高いね女の人は街中で見たことはある。えぐかった、うん、そう。実際に見るとえぐい。勝つもん。で、これでポジションは決めたけど、今のところこれはあくまでも立ち位置を決めただけよ。どういうこと？クレードル、クレードル。本読んで勉強したもんね。クレードルっていうのはスティックに入れたボールを落とさずに走るための方法ね。でも一番初めにやることはボールを取ることよ。ボールを取らねば落とさずに走るも何もないか。道理だな。ボールをどうやって取ることになるんだろう。あそこ入れてたら取れないやん。一組でやってみて。一人はスティックを置いてボールを投げるのよ。なんかラクロスについてすげえ学びたくなってきた。いくよ。マイナースポーツを勉強するのって楽しいよね。私もこの間ずっとカバディの漫画とアニメをねずっと見ててね、すげえカバディに詳しくなったんですけど。毎回言ってるんですよ。ラクロスはあれだけど、カバディはマジでコロナがね収束して普通にね人と接触できるようになったらね、 J ラボでカバディ部みんな入れるからね。強制ですよ。参るぞ。ラクロス部はしないです。ラクロスは女性がするもんでしょ。性別のあれになるかもしれんけど。皆さんカバディしてください。カバディ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 。1回ずつキャッチをやった結果は、な、何よ。はあ、あからさまにため息、ひどい。取ろうと意気込んで前に手を出してしまうからいけないのね。なるほど。ボールの動きに合わせてむしろ引くようにしないと。前のめりの時ほど引く。じゃあ非常に重要ですね。それできた人で組になって、今度はスティックでパスし合ってみましょう。ラクロスってでも多分さ、男子でやってる人、男子ラクロスってあんのんかな。な、何よ。マハーバーラだ。ひどい。面目ない。初めてなのに大したものよ。頑張ってるよ。っていうか、なんでタケルちゃんそんなにちゃんと見てるのさ。男子ラクロスあるんだ。何言ってんのさ、気が散るじゃない。うるさい。まあまあ、まだ始まったばかりだし、これからこれから。この肘俺めっちゃ気になんねんけど。
あんなにならないんだよね。肩ちょっと外してるよね。とにかくこれができないとラクロスはゲームにならないわ。みんな頑張って。東大にもあんの男子ラクロス。ええわ。カバディしよう。カバディ球技はね私嫌いなんですよ。カバディ格闘技だからカバディがいいわ。今日はこれで終わりましょう。うるさい、指図するな。じゃあね。カバディのねマジであの灼熱カバディっていう漫画ねすげえ面白いんで、ちょっとあれがあれだったらアニメとかでもいいけど見るとねハマりますよ。ニキも帰るね。お家で練習してこなくっちゃ。それじゃあ私もお先に。お疲れ。柏木さんお疲れ。鏡はどうするのだ。私はもうちょっとやってく。納得いかないよ。そうか、ならば私が付き合おう。こんなんしてさ和気あいあいしてんのがこれ世界が変わったらいろいろやることがあるから。ロボットの手戦うっていうのがね面白いよね。じゃああとよろしくね。尺カバ尺カバ絶対言わんなら言うん。神のお告げを聞くわ。11月2日神のお告げ。神は言っている、住みかたちに付き合えと。しゃあねえな。いらん。シャッカバ、シャッカバ、キャッサバみたいな。そのしじみこと言わんけ。さすがやな、完全かぶったわ。キャッサバで、こういうのかぶるとなんか地味にテンション上がるよね。わかった、いつでもよい。すっかり暗くなってしまったな。疲れた。うん、私とのパスでも10回は取れるようになった。もうこれでタケルに文句を言われずに済む。うん。スーサイドドアはあのワンブレイクを挟んだ後に僕は寝ますって言って寝たよ。本当だね。お風呂にも入りたい。はあ。どうした？今日お父さんとお母さん出かけてるんだった。ない。ない。風呂はあるだろ。風呂がないっていうさあれおかしくない？キャスターは切り抜く。風呂は沸かせよ。することはない。食事も湯殿も用意させよう。着替えだけ持ってくるがよい。本当？タケルもよかろう。行こう。ああ。どうやら鏡に求められているのは瞬足と持久力のようだぞ。ものすごくこのあれだよね。生活感があるね。今これでも時代感じるな。このポットなくない？ここあの回すやつ。これ多分ね平成初期ぐらいで死滅したんじゃない？でもこれ2003年か。これあったんか、まだこのポットは。へえ、私どっちも自信ないよ。なんかあの合宿所とか行ったらこんな置いてそうよね、部活とかで。ひどいなーって。タケルちゃん、私のおかず取らないでよ。ひどいなーって って思い切り口に入れて言わないでよ。日常生活で言わないよね。って、おい。よい、つくよみ、鏡に同じものを。ダメ、そうやって甘やかすと再現ないんだから。タケルちゃんに罰を。なるほど。ではつくよみ、タケルの皿より一品取って鏡に分けよ。バカだ。失礼いたします。バカな。やったー、チーズコロッケだ。チーズコロッケうまそう。わーい、チーズコロッケ俺によこせ。話を戻すが、
当然榊が鏡を重視していないということはありえんだろう。そう思いたいよ。コロッケが食いたいです。先生、コロッケが食いたいです。全てはチームの総合力で決まるのだ。どうでもよいポジションなど存在しない。うん、頑張るぞ。なんですって。それを初めにやったのはそなたではないか。ジャイアン理論的なことを言うているね。どういう理屈よ。わかった。つくよみ、タケルにチーズコロッケを。私と鏡にはデザートを頼む。つくよみなんぼでも持ってこいよ、チーズコロッケぐらいよ。かしこまりました。なんだよお前。タケル様、チーズコロッケでございます。鏡様、メイヤ様、本日のデザートはローストプディングでございます。ローストプディング、ローストプディング。わーい、プリンだ。焼きプリン焼きプリンすか。これは珍しい。つくよみの手製ではないか。焼きプリンとかあんまり最近見ない気がするけど、はい、久しぶりによろしいかと思いまして。鏡、つくよみのプディングは絶品だぞ。プディングっていうのがもうお嬢様ですね。うん、おいしいおいしい。ありがとうございます。口の中に物入れて喋っちゃダメだってば。ただいまお持ちいたします。プディングでございます。申し訳ございません、鏡様がいらっしゃるのが突然でしたので準備が間に合わなかったのです。神尾と巴とエビスがこれを代わりにと買ってきたのです。ああ、それは私が言ったのだ。コンビニというところでデザートを買うが、何か食べたいものはあるかと聞かれたのでな。プディングは好きだ、とても好きだぞ。ペヤング美味しかった。なんかペヤング食いたくなってきた。ダメです、ダメです。で、話を戻すが、タケル、タケルちゃんすねちゃった。プリンごときですねるんじゃないよ。